どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は川柳区間の先方詳細動画ということになってます。巷ではよく区間走なんて呼ばれてる編成なんですけども、こちらの編成はシーズン14で SP カーンが登場して、でさらに飛行聖章という事件戦法も登場することによってですね、全編成の中で最強クラスに強いと目されてる編成で、この編成が登場する前から割と騒がれてた編成っていうことなんですよね。で、SP カウンのスペックっていうのも高そうだということでですね、この SP カウンの登場をすごく待ってた人、旧剣霊で取ろうということで貯めてた人っていうのも結構多かったんじゃないかなと思います。で、実際ですね、シーズン14でこの、区間走がですね、どのような感じで戦っていったのかっていうのを今から見ていただけたらと思います。で、一応組み方のおさらいなんですけど、帝府を主将に SP カウンと SP 巡航副将の槍の編成ということですね。なんで勢力はバラバラということで、川柳陣を利用します。で、SP 順位区には兵士宝物が必要ですね。で、帝府に異部組みもしくは異防必死と総戦尺戦、SP カウンに中遊儀列と正当尺敵、で、SP 順位区に飛行聖章と川柳陣という編成ですね。耐久力を上げる戦法といたしましては、SP 順位区の固有戦法があります。で、帝府がですね、異部組みを覚えてる場合っていうのは、さらに追加されるということなんですけど、異防必死で相手に強弱を与えることもですね、こちらの形にも繋がるということで、これはどちらでもいいみたいですね。で、異防必死を使った場合っていうのは、高級戦法が総戦尺戦と飛行聖章だけということになって、で、さらにシーズン限定部署も不要ということなので、全体的に見ると、割と組みやすい類の編成になるんじゃないかなと思うんですよね。で、この編成は SP カウンのワンアタッカー編成ということで、このカウンが仕事しないと、まるでその相手が削れないという編成になってくるので、その辺どのように火力を出していくのかっていうのが課題の編成ということになっております。そしたらどのような戦いを繰り広げたのかというのをですね、ちょっと長くなるんですけど、今から見ていきたいと思います。こちらは両利きとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。両利きが引き分けるって結構珍しいなと思うんですけども、やっぱり主将の帝府が硬いっていうのは大きいかなと思いますね。で、ただですね、こちらに関してもですね、あまり耐久力がない両利きを削りきれてないっていうことでですね、やっぱり SP カウンの凸っていうのがしっかり進んでないとダメージがうまく入らないんだなっていうところですよね。こちらは両利きとの対決ということなんですけども、圧勝ですね、3000も削らせてないということで、これはなかなかすごいんじゃないかなと思います。両利きって槍でも普通に抜いてくるんでね、騎兵陣もつけずにですね、これだけ戦えてるということでですね、やっぱり SP 順位区の固有戦法とか、あと川柳陣の硬さっていうのが際立ってるんじゃないかなと思います。毎回こうなるとは限らないんですけども、普通にこんな感じで干渉できることもあるということですね。こちら、両利きとの対決ということなんですけども、負けてますね。綺麗に主将抜きされてますね。位置も削れてないっていうことで、やっぱり槍だからといってですね、簡単に手を出したら痛い目に遭うのがですね、この両利きだと思いますね。こちら、両利きとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。両利きって、たとえ相手が槍だったとしても、普通に主将抜いてくるみたいな編成ではあるんですけども、まあ、区間走かなり硬いっていうのもあるんでね、主将がうまく抜けなかった結果かなと思いますね。こちら、関羽騎との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削らせてないということになってます。関羽騎って、えげつない火力が出るんですけども、やっぱり、異部軍民プラス SP 順位区の固有戦法プラス川柳陣ということでですね、主将はかなり硬くなってるっていうところがあってですね、なかなか抜けないということになってると思います。こちら延期場との対決ということなんですけども、負けてますね。相変わらず延期場の火力っていうのは高いですよね。最近あまり見なくなりましたけど、まだまだ活躍できる編成かと思います。で、過去への固有戦法が4回も発動してですね、それが全部帝府に当たってるということで、これはしょうがないところはあると思いますね。こちらは撃場との対決ということなんですけども、圧勝ですね。この撃場はコストが低くて、すごく相手を削るのに適してる編成ではあるんですけども、やはり区間走硬いので、ほとんど削れてないですよね。兵力マックスでもですね、1万も削れてないということになってます。こちら、不利きとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。不利きは騎兵なんですけども、普通にヤリクソンとか北伐層に勝ってしまうようなですね、非常に厄介な騎兵ということなんですが、
この区間走だったらですね、ほぼ並走がなくですね、引き分けられてるっていうことですね。ただ真っ赤の吹き木ということで、やはり硬くて1万ぐらいしか削れてないということになってます。こちらは吹き木との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ただお互い1万前後しか削ってないということになってます。やはり区間走であったとしてもですね、真っ赤な吹き木を抜き切るというのは難しいということなんですかね。ちょっとカウの凸は進んでないんですけども、固有戦法6回発動してこれということでですね、まだまだ技法機系統の強さっていうのは健在だなと思いますよね。こちら吹き木との対決ということなんですけども、圧勝ですね。5000ぐらいしか削らせてないということになってるわけなんですけども、これだけ赤い吹き木だと、槍編成でも弾き返してしまうぐらいの強さはあるんですけどね。それでもこんな感じで圧勝できるということでですね、時代の変化を感じますよね。こちらは吹き木との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱりこの吹き木っていう編成は本当に厄介ですよね。この区間層をもってしてもですね、完全に抜き切ることは難しいどころか、1万も削れてないということで、まあちょっとカウの固有戦法が発動できてないっていうのはあるんですけどもね、下振れてしまうとこういった結果になるということですね。こちらは SP 技法機との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。 SP 技法機に関してもですね、火力が突出してるっていうわけではないので、硬い区間層の並走というのはあまり稼げてないということになってるんですけども、逆にですね、カウの固有戦法7回も発動して得意な騎兵に対して1万も削れてないということで、やはり SP カウの凸っていうのは重要になってくる編成になってると思います。こちらは SP 技法機との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ得意な騎兵に対してですね、1万ぐらいしか削れてないということでですね、やっぱり SP 技法機も硬いなっていうところですね。ただこの区間走だったらですね、いい勝負はできるんじゃないかということでですね、最強編成の一角っていうのを崩すために SP カウンが登場したんだろうなっていうのがなんとなく伺えますよね。こちら SP 技法機との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。継承戦法であるだとか、レベリング、あと凸っていうところでですね、若干差があると言いますか、やはり SP カウンの凸が進んでないっていうことですと火力が出ないですよね。で、さらに固有戦法も2回しか打ててないということで、これはなかなか厳しい相手ということになりそうですね。こちら SP 技法機との対決ということなんですけども、負けてますね。ひどいですね。これ2000も削れてないということになってますね。やっぱりカウの凸が進んでないっていうのがネックになってるんでしょうね。ただ最新武将ということになってるので、シーズンが進むにつれて SP カウが貫突していく人っていうのも増えていくんじゃないかと思います。こちら SP 技法機との対決ということなんですけども、勝ってますね。カウが吹いてますね。固有戦法6回打ってるっていうことで、今まで戦法詳細っていうのを結構見させていただいてるんですけども、割とカウの固有戦法ってしっかり発動するなっていうイメージですね。ワーアタッカーということでですね、ここが発動しないとどうにもならないかなと思うんですけども、1回とか2回で終わってるっていうのはあんまり見かけないなっていうイメージですね。こちらは大崎との対決ということになってるんですけども、優勢引き分けということになってますね。騎兵が相手っていうことではあるんですけども、大崎ってそんな無視してですね、普通に槍にも勝つみたいな編成ではあると思うんですけども、そういった編成はほぼ完封してるということで、やはり強い編成だなと思います。こちらは大崎との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。兵装を見るとですね、両方あまり稼いでないっていうことなんですけども、騎兵相手にですね、1万も削れてないっていうことでですね、やっぱり火力が絶望的なところはあると思いますね。まあ大崎硬いんですけども、カウの固有戦法5回発動して1万も削れないということだったら勝負にならないところはあると思います。こちら大崎との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり大崎も現役ですよね。めちゃめちゃ強いですよね。こういった感じで、強編成の槍だったとしてもですね、優勢取れてしまうということで、その硬さが際立ってますよね。2000も削らせてないということになってます。こちらは大崎との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。やっぱり大崎硬いですね。一応延築風飛を5発食らってるっていうことなんですけども、きっちり定府が弱体を解除してるのか、 SP カウの固有戦法とか6発打ってるんですけどね、ここまでやれてるのに削れないということでですね、やっぱりそんじょそころの編成では大崎にはかなわんっていうことなんでしょうね。こちらは新幹走との対決ということなんですけども、圧勝ですね。何もさせてないっていうレベルで並走が出てないということになってます。
結構後半ターンまでもつれてるんですけども、これだけダメージが少ないということで、区間走の硬さっていうのがですね、伺い知れるんじゃないかと思います。こちらは古神器との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。槍の編成ということで、しかもあまり硬くない古神器ということだと抜きたいところではあるんですけども、やっぱり火力っていうのが課題になってくる編成になってるんじゃないかと思いますね。こちらは大量衆との対決ということなんですけども、圧勝ですね。相手の編成騎兵とはいえですね、かなり強い編成ということになっているので、装甲型に対してですね、こういった感じはほぼノーダメで勝てるっていうのは気持ちいいところはあるかなと思いますね。やっぱり SP 純育が硬いっていうところは大きいかなと思いますし、序盤2ターンだったらですね、制御反射みたいなのもあるので結構優位に立てるのかもしれないですね。こちらは孫大衆との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この孫大衆も非常に強い編成ではあると思うんですけども、やっぱり騎兵っていうことで槍に対しては厳しいっていうところはあるかなと思いますね。ほとんど削れてないですね。ただそれでも逆にですね、あまり凸が進んでない孫権を主将としたですね、騎兵の編成に対してですね、関羽の固有戦法5回も発動しているにもかかわらず抜けないということでですね、関羽がワンアタッカーっていうことだとですね、やっぱり凸がないとなかなか削りきれない部分はあると思います。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってはいますが半分ぐらい削られてるっていうことですね。やっぱり呂布三世ってめんどくさい編成ですよね。これで一回撤退せざるを得ないっていうことになってしまいますしね。苦手な槍に対してもですね、これだけ削れるっていうことでですね、安定はしないかもしれないですけども、相手にするのは嫌な編成だと思います。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、負けてますね。呂布三世だけはもうしょうがないところはありますよね。呂布自身はそこまで発動してないんですけども、花光炎が通常攻撃5回で固有5回みたいな感じで吹いてるっていうところがあってですね、こういった真っ赤とすることもあるということですね。こちら呂布三世との対決ということなんですけども、負けてますね。騎兵だからといって突っ込んでいくとですね、こういったしっぺ返し食らうのが呂布三世だと思いますね。やっぱり残響プラス援護っていうロジックがない場合はですね、こういった負け戦法もあるということでですね、やっぱり油断ならん相手かなと思います。こちら呂布三世との対決ということなんですけども、負けてますね。あんまり削れてないですね。しかもね、この区間走をなんとかしようっていう時にですね、呂布三世を採用するほど得意なのかどうかっていうのはですね、まだはっきりはわからないんですけど、区間走を使う側からしたら注意せないかん存在っていうのは間違いないかなと思います。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、圧勝ですね。呂布三世で呂布が固有戦法4回も発動するっていうことになると、結構槍の編成でも抜かれたりするんですけども、あんまり兵損が出てないっていうことで、やっぱり硬い編成っていうのが伺い知れますね。こちらは呂布三世との対決ということなんですけど、なんと負けてるんですね。しかも3000も削れてないということで、結構ボロ負けしてるということで、やっぱり呂布三世怖いなと思わされる戦法ですよね。基本的にこういうことは少ないかなと思うんですけども、たまに呂布の機嫌が良かったらこういうことになってしまうということなんですね。こちらは呂布三世との対決ということなんですけど、負けてますね。やっぱりこういった感じでですね、騎兵に対して突っ込んでいけないっていうのはちょっとしんどい感じはするんですけどね。SP ジュイクの固有戦法、ちゃんと手札にかかってて、なおですね、こんな感じで抜かれてしまうということで、こうなってくるとやっぱりメタ戦法っていうのを積んでないとしんどいのかもしれないですね。こちらは天下騎馬との対決ということなんですけども、負けてますね。主将抜きされてるっていうところですね。線も削れてないということで、これは痛い負け方かなと思うんですけども、やっぱりこの手の編成って主将にダメージが集中しちゃうと普通に抜かれることもあるということですね。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、負けてますね。割と呂布三世っていう編成はそこまで得意とはしてない可能性はあるかなっていうところはありますけどね。まあ主将抜きされてるっていうところがあるので、しょうがないところはあるかなとは思うんですけどね。槍なんでね、気にせんと戦った方がいいかなとは思うんですけども、ちょっとこういう展開しんどいですよね。こちら呂布三世との対決ということなんですけど、負けてますね。主将抜きされてるっていう感じですね。やっぱり呂布って怖いですよね。この主将に天下無双が発動した場合っていうのはこういった結果になりがちということなんですけど、一応川柳陣でね、主将が硬くなってるにもかかわらず抜いてくるということで、厄介な相手だと思います。
こちらの編成は面白いですね。馬長を首相とした騎兵の編成との対決ということなんですけども、勝ってはいますが結構削られてるっていうことですね。この編成結構強いらしいんですよね。で、今回も結構火力は出てるなと思いますけども、やっぱりしっかりと突進んでる関羽がいる槍の編成で騎兵でぶつかるのはなかなか厳しいところはあると思いますけどね。こちらは反撃隊との対決ということなんですけども、圧勝ですね。何もさせてないということになってます。ちょっと大火役場とかが積まれてるっていうことでですね、大隊戦法での反撃立てっていうことにはなってると思いますね。投降兵とか積まれてたらどうなってたかわからないんですけども、投降兵じゃない反撃立てということだったらですね、戦闘は優位に進められそうですね。こちらは反撃隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この反撃盾強いですよね。で、さらに投降兵も積んでるということでですね、機関層からしたらやりにくい相手だと思います。まあその結果ですね、関羽の固有戦法6回も発動してるのに、相手の兵力っていうのを1万も削れてないということになってるんで、まあやりにくい相手ではあるんですけど、それでもこんな感じで優勢取れるということでですね、やはりとんでもなく強い編成だと思います。こちらは反撃隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。結構この編成、投降兵を積まれてることが多いんですけども、投降兵が積まれたらもうちょっと接戦になってたかなっていうところなんですけど、まあただ言うてね、これ関羽の固有戦法7回も発動してますからね、それでも耐えてるっていうことで頑張ってる方だと思いますけどね。こちらは反撃隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。関羽の固有戦法6回も発動しているのに、合計で1万も削れてないということで、さすがの硬さだなと思いますね。まあこれは投降兵が積まれているということもあるので、しょうがない部分はあると思います。こちらは対隊との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。投降兵が積んである隊盾ということでですね、 SP カウンしかアタッカーがいないこの編成だと削るのはなかなか難しいかなと思います。こちらは隊盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり真っ赤な隊盾は硬いですね。関羽固有戦法5発で正当射程も4発撃ってるということなんですけど、強行を苦にしないような編成ということになってるので、こういう結果になるんでしょうね。鶴骨両毒とか1発しか撃ててないんですけども、それでもこんだけ削れてないっていうことで、まだまだ凸が進んでる隊盾は健在だなと思います。こちらは上盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。苦手な投降兵が積まれてるので相性悪いのかなと思いきや、上盾の火力っていうのもですね、区間層の耐久っていうのを抜けないということで泥仕合化してるという形みたいですね。こちらは隊盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。投降兵の相手ではあるんですけども、やはり固有戦法が6回も発動できたらですね、結構削れるなっていうところですね。で、しかも隊盾自体の火力っていうのがそこまで高くないので、こちらの区間層に関しては全然削られてないということになってますね。投降兵だったとしてもですね、優勢に展開できないっていうのはやはり厄介な相手だなと思います。こちらは隊盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。投降兵積んでない隊盾ということなんですけど、それでもやっぱり硬いですよね。ただ関羽が固有戦法6発撃ってそれでも半分も削れないということになりますので、なかなかしんどいですよね。関羽の火力自体は2万ぐらい出てるっていうことなんで、低いっていうことではないかもしれないんですけど、やっぱりアタッカー1人っていうことでですね、他からのダメージが全く期待できないということになると、なかなか削れないっていうことなんでしょうね。こちら人単位との対決ということなんですけども、圧勝ですね。ちょっと兵力差っていうのはある状況ではあるんですけども、相手投降兵というのにもかかわらずですね、かなりしっかりと削って勝ってるっていうことでですね、これは恐ろしいですね。まあこの人単位に関しては投降兵だけかな耐久力上がる、まああの奉仕陣もそうなんですけども、やっぱり異部軍民であるだとかっていう戦法は積まないケースが多いですよね。っていうことでですね、投降兵だけだったらぶち抜いてしまうぐらいの火力はあるんじゃないかと思いますね。こちら参加との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますが、兵装はほとんど変わらないということになってますね。関羽の固有戦法7発発動して、こんな感じっていうことだとですね、やっぱりなかなか火力不足っていうのは否めない編成になってるんじゃないかと思いますね。しっかり凸を進めたいところですね。こちらは北伐隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。2000も削らせてないということで圧勝と言うてもいいんじゃないかと思います。
ただ今回に関しては北伐盾の固有戦法があまりにも発動できてないですよね。 SP 諸葛亮何してんねんっていうことになってると思います。で、カオの固有戦法5回発動してるんですけど、それでもとどめが差し切れてないということでですね、うまく火力が出るのが難しい編成だと思いますね。こちら北伐盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やはり関羽だけしかアタッカーがいなくて、それが平人ダメージということになると、東高兵と相対した時は分が悪いかなっていうところはありますね。ただ北伐盾に関してはめちゃめちゃ火力が出るんですけども、この区間層の硬さっていうのもあってですね、半分も削れてないということになってますね。こちら北伐盾との対決ということなんですけど、優勢引き分けということになってますね。東高兵付きの北伐盾ということで相当硬いかなと思うんですけども、それでもですね、平人ダメージ部隊でこれだけダメージが出せるということでですね、北伐盾組んでる側からしたら、この編成に対して優位取れんかったらどうすんねんっていう気持ちになるかもしれないんですけども、ちょっと区間層が強すぎるところはあると思います。こちらは東円盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。やっぱりこの関羽の火力っていうのが出にくいっていうのがあって、泥仕合化することは多い感じがしますけどね。で、東円盾もやっぱり相変わらず強い編成ということになってるので、こういった展開になってるんだと思います。こちらは食盾との対決ということなんですけども、干渉ですね、かなり突が進んでる相手ではあるんですけども、色差も結構ある上に兵力っていうのもですね、1万8000の状態でですね、3000ぐらいしか削らせずに勝ってるっていうことですね。ちょっと平均レベルは5ぐらい違うっていうことにはなってるんですけども、やっぱりこの区間層はですね、過去の編成と比べるとですね、上位の編成になってると思いますね。こちらは関内部法人との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。こちらの編成もかなり強いんですけども、で、適正 B でですね、リクソンの固有戦法が6回発動で5800ということで、ちょっと少ない感じがしますよね。それだけ区間層は硬いということだと思うんですけども、カオの固有戦法が7回も発動してなおとどめがさせてないということでですね、めちゃめちゃ火力が出るという編成でもなさそうな感じですね。こちらは仙人盾との対決ということなんですけども、圧勝ですね、何もさせてないっていうことになってます。ただ今回に関しては SP カーの固有が7回も発動してるっていうことで、これは相手からするとかなり気の毒な展開になってますよね。他の正当尺敵や異防必死もかなり発動してるので、必然的な結果かなと思います。こちらは軍盾って言ったらいいでしょうか、トータクを使った珍しい編成との対決ということなんですけども、優勢引き分けですね、ほぼ何もさせてないということになってます。投降兵積んでて、戦法もかなり万全の相手に対してこれということで、やはり強い編成ですよね、汎用性は高そうです。こちらは反撃盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね、泥仕合化してるかなと思います。一応投降兵積んでる相手ということで、部は悪いかなと思うんですけども、やっぱりうまく反撃させてないっていうところがあると思うんですよね。やっぱり関内に反撃させてっていうことだとですね、やっぱり多段編成みたいな感じの方が望ましいかなと思うんですけども、そういったこともないということでですね、うまく反撃できてないんだと思います。こちら法政を使った反撃盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ほとんど削られてないということになってます。ただこの編成って投降兵使われる場合も多いので、そうなってくると同じような結果にはならないかなと思いますね。で、カウの固有戦法5回発動できてるんですが、それでもとどめがさせないということでですね、なかなか効果力を出すっていうのも難しい編成に見えますよね。こちらは学神をメインアタッカーとした武法盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。この武法盾も結構硬くて強いですよね。で、一応カウの固有戦法4回発動してるんですけども、ダメージが1万も出てないということですね。やっぱり総戦作戦とかでの回復っていうのもあるしということで、なかなか苦戦してるんじゃないかなと思いますね。こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。投降兵を持ってる相手ということになってるので、あんまり削れなかったっていうところですね。ただカウの固有戦法5回発動してるので、これでこんだけしか削れないっていうことで相当硬いなっていうところですね。まあ投降兵だけではなくて残壁砲とかも積んでますし、活目相対での回避というのもあるということで、やっぱり天候聴覚盾が最上位の編成であるっていうのは変わらないかなと思いますね。こちらは法政三聖人との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。こちらの編成も相当強くて、で、法政が固有戦法5回も発動してですね、かなり硬くなってるんじゃないかと思いますね。
で、一応関羽が固有戦法5回は発動してるんですけども、抜けてないということになってます。ただ優勢は優勢ですよね。こちらは法政三聖人との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。で、投降兵を積んでる法政三聖人ではあるんですけども、それでもですね、関羽が5回固有戦法発動して1万5000以上ダメージ与えてますよね。で、ちょっと法政の固有戦法が発動してなさすぎっていうところはあるんですけども、それでですね、大きく戦闘優位に進められてるっていうのは結構すごいですね。まあただ法政がきっちり固有戦法発動してたとしたらですね、同じような結果にはならなかったかなと思います。こちら法政三聖人との対決ということなんですけども、なんと圧勝してるんですよね。これはちょっとすごいですね。投降兵プラス異部軍民ということで相当硬いと思うんですよね。で、さらに法政の固有戦法も4回打ってるので、これによる硬さっていうのもあれば三聖人もあるということで、本当に厄介な編成だと思うんですけども、やっぱりとにかくこの区間層が硬くてですね、相手が火力出せてないっていうことなんでしょうね。で、関羽が固有6回ということで吹いてるので、こういった勝ち方ができてるっていうことですね。こちら法政三聖人との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますが、お互い1万も削れてないということで泥仕合ですね。苦手な投降兵を積んでる相手に対してこれということだったら、まあ全然 OK な結果になってるんじゃないかと思いますね。こちらは拡散性のような編成との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってます。ほぼ削り切ってるので、もう勝ちに等しいかなと思いますね。 SP カウンが吹くと撃破3番近いということで、やっぱりちゃんと戦法発動した時突が進んでるカウンっていうのは怖いなっていうところですね。こちらロシコ首相の K1陣ですね。かなり面白い編成かなと思います。副将は聴覚と諸葛亮ということになってるんですけども、優勢引き分けということになってますね。苦手な編集に対してこれはなかなかすごいなっていうところはあるんですけど、ただちょっとね、これ聴覚の固有戦法とかが全然発動できてないですし、あと諸葛亮の混迷乱情も全然発動してないっていう感じですよね。これだとなかなかきついかなと思います。で、関羽の固有戦法っていうのも全然売ってないので泥仕合になってるんだと思います。こちらは吹き弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。残り3000ぐらいまで削られてるので、もうこれは負けって言ってもいいかもしれないですね。関羽の固有戦法6回発動ということでかなり頑張ってるんですけども、1番も削れてないっていうことで、もしかしたら区間層に安定して勝てるっていうので上げるんであれば、この吹き弓が1番なのかもしれないですね。ただこの吹き弓はね、兵士宝物2つ使うっていうことで、その辺がネックですよね。こちらは麒麟弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。苦手な弓で、さらに強編成の麒麟弓に対してですね、こんな感じで優勢取れるのはすごいですよね。ただやっぱり半分ぐらいは削られてるということで、弓の編成に対してはですね、兵損がかなり大きくなってる感じがしますね。こちらは麒麟弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ほぼとどめが刺されてるっていうことになってますね。やっぱり麒麟弓も強いですよね。で、砲塔の固有戦法が4回ということで、超上振れてるっていうのもあるって、こうなってくるとですね、さすがの区間層でもどうもならんところはあると思います。こちらは残匹麒麟弓との対決ということなんですけども、勝ってるんですね。5000ぐらいしか削らせてないということで、これは驚きですよね。で、この方の残匹竜弓結構スキルなんかも積んでて苦戦してる方が多いんですけども、槍の編成でそれを粉砕してしまうということでとんでもないですね。こちらは残匹竜弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。これもめちゃめちゃすごいですね。もう勝ち切ってるみたいなもんですからね。この麒麟弓は本当に強いんですけどね、太刀打ちできないシーンっていうのも結構多いんですけども、まあちょっと固有戦法が6回も発動したということでですね、苦手な弓ということでもこういった展開になってるということですね。これはすごいですね。こちらは5の弓の編成との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。リョモを使ってる編成ということで、かなり珍しいかなとは思うんですけども、関連が貫突してるということで、相当火力は出そうな感じはするんですけども、こんな感じでですね、ほとんど削れてないっていうことで、まあちょっと戦法の発動回数は少ないんですけども、残念な結果になってると思います。こちらは艦隊艇との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削らせてないということになってます。艦隊艇弱い編成ではないんですけども、帝府に異部軍民や操船作戦を積んでないと、耐久力ソースっていうのが一切ないので、普通にぶち抜かれるという結果になってると思います。槍という得意な相手に対しても勝負できてないということでですね、ここは考える必要がある部分かと思います。
こちらは艦隊艇との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。何もさせてないですね。艦内の、正当射的とか4回発動とかいう感じでですね、まあ、かなり発動してるんですけども全然そのダメージが出てないということで、この区間層の異常な硬さっていうのが伝わるような戦法になってるんじゃないかと思います。こちらは艦隊艇との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。3000も削らせてないということになってるので、まあガチガチにテンプレで組まれた艦隊艇でもなければですね、ちゃんと突が進んでる相手でもですね、優勢は取れそうな感じがしますね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削らせてないということになってるんですけども、やっぱり区間層って硬いので、こちらの古神弓の火力っていうのが出にくい部分はありますよね。ただそれでもですね、弓ということでですね、こういった艦内真っ赤だったとしても抑えれるということで、区間層やっぱり強いですよね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり古神弓強いですよね。で、艦内が貫突とかいうことになるとかなり火力が出るということだと思うんですけども、それでも抜ききれないということでですね、区間層の硬さが伝わる戦法になってるんじゃないかと思います。どうやったら完全に負けまで持っていけるのかっていうのがなかなか難しい編成ですよね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けとなってますが、相手195しか残ってないので、ほぼ勝ちって言うてもいいかもしれないですね。結構赤い古神弓なんですけども、こんな感じで戦闘を優位に進められるっていうことで、やっぱり強いですよね。兵士を問わない強さがあると思います。ただ、あまり硬くない古神弓のとどめもさせないということでですね、関羽の固有戦法7回も発動してる割にはちょっと残念な部分ですよね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、負けてますね。兵力1も削れずに首相抜きされてるっていうことですね。やっぱり真っ赤の古神弓と言いますと火力がとんでもないので、こういったことが起こるということで怖いですよね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ結構こちらも削られてますし、艦は固有戦法6回も発動してるんですけども、耐久力がそこまで高くない古神弓を仕留めきれてないということでですね、やっぱり突っていうのは必要だなって思える編成ですね。こちらは太帝弓との対決ということなんですけども、負けてますね。太帝弓と言いますと耐久の弓の編成ということでですね、かなり硬いですよね。ってなるとですね、苦手な弓に対してっていうことでですね、全然兵損が稼げてないということになってますね。あとや対天弓っていうのは相手が硬い時の方がですね、結構活躍するみたいなことがあるので、こういった感じでですね、勝ててるんだと思います。こちらは太帝弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。3000ぐらいしか削らせてないということで、これはめちゃめちゃすごいですね。太帝弓って最新シーズンでも普通に活躍してて、僕なんか非常に苦手としてる編成ではあるんですけども、突も結構進んでるので、レベル50に達してるのもこれ早かったと思うんですよね。そういった活躍してる編成に対してですね、苦手な槍でこんな感じでですね、ほぼ勝ちっていうぐらいまで持っていけてるっていうことで、やはり区間層とんでもなく強い編成なんだろうなと思いますね。こちらは太帝弓との対決ということなんですけども、負けてますね。太帝弓と言いますと後半ターンに強い編成ということになってますので、区間層と似てるところはありますよね。っていうことになると、やはり兵士適性的にも弓が有利ということで、このような結果になると思います。3000も削れてないという結構ひどい結果になってますね。こちらは射食弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やはり真っ赤っかの射食弓というと相当強いなっていうところですよね。継承戦法もかなりしっかり積まれてて、リクソの固有戦法も6回も発動されてるということで、こうなってくるとなかなか厳しいですよね。ただ射食弓自体火力があまり出る編成ではないので、引き分けてるということになってます。こちらは射食弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってるんですね。これすごいですね。両方硬い編成ではあるんで、その弓の方が有利なのかなって思いきやですね、やっぱり艦が貫突してるということで、勝ったり勝ったり射食弓にでもですね、こういう戦法5発で1万2000ぐらいは削ってるっていうことでですね、これはなかなかすごいなと思いました。こちらは射食弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。弓でさらに強い編成の射食弓に対してですね、こんな感じで優勢取れる槍の編成っていうと結構少ないかなっていうことでですね、対弓ということでそこそこ勝負できるなら使う価値は十分にあるかと思います。こちらはトドコ弓との対決ということなんですけども、負けてますね。線も削れてないということで、ひどい負け方をしてると思います。
まあ、弓の編成の中でもね、特に強いと言われるトトプ弓との勝負ということで、槍の編成では結構厳しいところはあったのかもしれないですね。こちらはトトプ弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。これ2戦も削らせてないっていうことで、まあまあ赤い編成ではあると思うんですけども、で弓っていうことでですね、ちょっとこの硬さは異常だなっていうふうに感じてしまいますね。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この SP 軍弓真っ赤なんですけどね、それでもこんな感じで優勢取れるということで、この区間層が中国で評価高かった理由っていうのがちょっと垣間見えますよね。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ただこれだけ赤い SP 軍弓にですね、槍の編成で抜かれなかったという点でもですね、結構すごいなっていうイメージはありますけどね。やっぱり SP 純育の固有戦法で耐久力はかなり高いものがあるかなと思います。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、負けてますね。何もできてないという結果になっております。お互い赤いんは赤いんですけども、 SP 軍弓の制御っていうのがですね、ツボにはまってしまうとですね、やっぱり何もできなくて負けるっていうことはありますよね。これはどういった舞台でも起こりうることかなとは思うんですけども、まあ一応苦手な弓っていうこともあるので、しょうがない部分はあるかと思います。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。若干 SP 軍弓は苦手寄りなのかなっていう気がせんでもないですね。なんでもしですね、この区間走が流行るようなシーズンがあったらですね、 SP 軍弓も合わせて組んでおくことによってですね、対抗ができるっていうことになるかもしれないですね。ちょっとまだサンプル少ないんで何とも言えないですね。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。ほぼ削らせてないということになってます。制御ツボにはまらなかった時っていうのはですね、こういった結果になるんじゃないかなと思いますね。耐久力があまりあるわけではない SP 軍弓ということになってるので、カウが一突でもですね、しっかり火力が出てるっていうところですね。こちらは軍弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この旅霊機を使った軍弓っていうのが結構いいっていう話を聞いてて、それもちょっと動画にさせていただく、もしくはすでにさせていただいてるんじゃないかなと思うんですけども、まあちょっとこんな感じでですね、強編成ということだと槍に対しても厳しいところはあったかもしれないですね。こちらは拡散性の弓バージョンとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この弓の編成かなり強いんですけどね、それでもですね、ほとんど削られてないということでですね、区間層の硬さが伺えますよね。こちらは砲声三声弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この弓の編成に手こずってる人が非常に多いんですけども、区間層だったらですね、苦手な兵種にもかかわらずですね、こういった感じで優勢が取れるということなんですかね。とにかく硬い編成ではあるかなと思うんですけど、ただ聴覚が固有戦法2回しか打ててないっていうのがネックになってるところがあるかなと思いますね。同じぐらい発動してたらちょっとわからなかったかなと思います。こちらは許可損給との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この許可損給に関しては、凸がかなり進んでるっていうのもあって、めちゃめちゃ活躍してるところを見るんですけども、そういった編成に対してですね、槍の編成でこんな感じになるっていうことでですね、まあ今後担うような二編成だとは思うんですけども、区間層本当にやばいですね。こちらは許可損給との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この相手に関しても、孫権と巨勇は貫突でめちゃめちゃ強いんですけどね。よく戦場で見かけて、この編成どうすんねんっていうぐらいの強さを見せてる編成ではあると思うんですけども、槍でこんな感じでですね、ほぼ削らせてないっていうのは本当にすごいなと思いますね。こちら許可損給との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱこちらの編成も強いので、なおかつ弓ということになるとですね、厳しい部分はあるのかもしれないですね。こちらは許可損給との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱりこちらの編成手がつけられない強さはあるかなと思うんですよね。まあ苦手な槍っていうところがあるので、しょうがない部分はあるかもしれないんですけども、強編成でも歯が立たないみたいな編成になってると思います。こちらは A コースの SP ジュイクの代わりにソースを入れてる編成との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。最新シーズンでの二大巨頭みたいな感じの槍の編成同士の対決ということになってるわけなんですけども、まああんまり見る機会がない二部隊とのぶつかり合いということになってますよね。何回も戦ったらどちらの方が強いのかっていうのはすごく興味がありますね。
こちらは A 構想との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。もう槍の二大巨頭というと、この A 構想と区間層かなと思うんですけども、今回に関しては、まあわずかながらではありますけども、区間層に軍配が上がったっていう感じですかね。ただ両方使いやすいことには変わりないかなと思います。硬さっていうことだったら区間層かなと思うんですけども、火力っていうことだと A 構想みたいなですね、なかなか面白いバランスになってると思います。こちらは A 構想との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。僕はシーズン14最強編成の4つの中にですね、この2つの編成が入ってるっていうふうに言ったんですけども、まあ、今回の勝負だけを見るとですね、互角ぐらいなのかなっていうところではありますよね。これからこの対決っていうのを見る機会っていうのはかなり増えてきそうな感じはするんですけども、シーズン14ではまだ見かけるのは稀なのかもしれないですね。こちらは A 構想との対決ということなんですけども、完敗ですね。何もできてないですね。やっぱり A 構想は恐ろしいなっていうところですよね。この硬い区間層に何もさせずにですね、このような感じでですね、首相以外も削ってしまうということで、相当厄介な編成かなと思います。ただ、長領がかなり突撃戦法を発動してるので、これだけ発動してしまうと、ちょっとしょうがない部分はあるかなと思いますけどね。こちらは A 構想との対決ということなんですけども、負けてますね。何もできてないっていう感じですね。かなり戦法が発動されてるんでね、しょうがないところはあるかなと思うんですけどね。長領が爆発してるっていうことなんで、まあこうなってくると、まあこの A 構想を止めるっていうのはなかなか厳しいなっていうことですよね。どういった編成でもなかなか止められないんじゃないかなと思います。速攻型でポコッとやるみたいな、長領が爆発する前に止めないと、爆発した時はもうどうしようもない感じがしますね。こちらは食槍との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この諸葛亮 SP 艦韓銀兵の槍の編成も結構強いみたいで、戦場でよく見かけるんですけども、こういった感じはほぼ削らせてないということになってますね。これは SP 艦相手の分がですね、全然固有戦法が発動できてないのに対して、こちらは5回も発動できてるっていうのが大きいと思います。こちらの編成もよく活躍してる編成ですよね。諸葛亮を主将とした SP 関羽、あと韓銀兵を副将にした編成ですね。で、劣勢引き分けということで、やはり強いですよね。区間層よりこちらの方が使いやすくていいって言ってる方もいるぐらいなので、まあ、区間層って硬さが秀でてるかなと思うんですけども、この諸葛亮を主将とした編成っていうのは、韓銀兵による強行なんかも付与できますし、あと相手のアクティブ戦法を抑える、諸葛亮もいるということでですね、一長一短ありますよね。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。お互いかなり赤いということなんですけども、どうでしょう、編成の核っていうことだったら若干ですが、区間層の方が上っていうことになってるかもしれないですね。ただまあ SP カーの固有戦法がかなり発動してますよね。片や、北伐層の方はですね、SP 諸葛亮がいるにもかかわらず、固有戦法の発動が若干少なめということで、こういったのも勝敗を左右しているポイントかもしれないですね。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。こちらはですね、SP 諸葛亮がかなり働いて、艦攻と長砲の固有戦法がしっかり発動できてるっていうことでですね、ほとんど削らせてないですよね。防御効果っていうのもやっぱり大きいですよね。で、SP 艦も固有戦法4回発動できてるんですけども、やっぱり相手の回数に押し切られてるところがあると思います。なんで、この対決っていうのは割と上振れた方が勝つっていう感じになりそうな気がしますね。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。飛行聖書は積んでないパターンということにはなるんですけども、関羽があまりダメージ出てないので、雑誌工場でも飛行聖書でもあまり変わらなかったのかなというところはありますね。で、北伐層の方は、長砲の固有戦法が6回も発動しているということでですね、なかなかダメージが通りにくい状況になってたんだと思います。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、干渉ですね、3000ちょいしか削らせてないということになってます。北伐層も今シーズンは強いんですけどね、まあ、飛行聖書を積んでるバージョンではないということなんですけども、艦攻長砲の突に関してはしっかり進んでるにもかかわらずですね、全然勝負になってない感じがしますよね。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、負けてますね。5000も削れてないということで、完敗に近いんじゃないでしょうか。やっぱり関羽の突が進んでなくて、でさらに関羽の固有戦法が発動してくれないみたいなことになると、こういった展開になりますよね。かたや北伐層の方は関攻が貫突してるということで、ただそれでもですね、発動4回で8000ぐらいしか削れてないということで、この区間層の硬さっていうのが垣間見えますね。
こちらは同殺走との対決ということなんですけども、圧勝ですね。同殺走と言いますと、SP 技法機系統にですね、対抗するためにということで組んでる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、そういった編成に対してですね、こういった感じであまり並走なく勝てるっていうことだとですね、結構使う価値はあるのかなという気はしますね。こちらは同殺走との対決ということなんですけども、圧勝ですね。綺麗に削り切って、で、1番も削られてないということになってますね。やっぱ強いですよね。こういう戦法、まあ、SP カウン4回発動してるっていうところはあるんですけども、まあ、この同殺走に関しては、硬さっていう面では、そこまでめちゃめちゃ硬いというわけではないと思うので、こんな感じで普通に決着をつかせられてるということですね。こちら、浮上長僧との対決ということなんですけども、干渉ですね。すごいですね。これも5000も削らせてないということになってます。両方結構赤いんですけどね。この、火力が出る浮上長僧でもですね、全然ダメージが通らないということで、えげつない戦法になってると思います。こちら、浮上長僧との対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000ぐらいしか削らせてないということになってます。かなり赤い浮上長僧ではあるんですけどね。やっぱり同じ槍の編成としたらですね、区間層の方が格は上なのかなと思わさせられる戦法になってますね。こちらは浮上長僧との対決ということなんですけども、優勢引き分けですね。本当に引き分けが多い編成だなと思うんですけども、それでも大体優勢引き分けということでですね、羨ましいですね。僕は SP カウン引けてないですし、SP ジュインクも無凸か一凸かぐらいだったと思うんで、組めないんでね。いや、本当にもし組めるのであれば組みたい編成だなと思います。こちら、浮上長僧との対決ということなんですけども、干渉ですね。もう、職の槍編成で平人ダメージ系っていうことだとですね、SP カーを使った編成でないと、区間層には太刀打ちできないんじゃないかなっていう気がしますね。こちらは新干渉との対決ということなんですけど、圧勝ですね。2000も削らせてないということになってます。新干渉もかなり火力はあるんですけども、やっぱりこの区間層の硬さっていうのを貫けてない感じがしますよね。で、勘銀兵がですね、全然働いてないっていうことになると、ちょっと勝ち目はないのかなという気はしますね。こちらは新干渉との対決ということなんですけども、圧勝ですね。で、新干渉と言いますと、意気焦点を持ってたりだとかっていうことで制御をかけてくるんですけども、それを反射するということでですね、まあ、やりにくい部分はあったんだと思いますけどね、消耗古城5回も発動できてるんですけども、それでもほとんど削れずに負けてるということですね。こちらは新干渉との対決ということなんですけども、圧勝ですね。これに関しては、やっぱり意気焦点跳ね返すっていうところがあるので、馬長が呼吸ヨーヨーとかつけてないバージョンの場合はですね、完封に近い形で勝てるんじゃないかなと思いますね。こちらは新干渉との対決ということなんですけども、圧勝ですね。ほぼ何もさせてないっていうことですね。ただ今回に関しては、呼吸ヨーヨー馬長がつけてるんですけどね、それでもこんな感じで、圧勝っていうのはですね、やっぱり強行も跳ね返すっていうところがあってですね、新干渉にとっては大相性の悪い相手だと思いますね。こちらは新干渉との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱりこの SP ジュインクの固有戦法でですね、その制御反射っていうのが可能になってるので、勘銀兵とか、あと光月への意気焦点なんかを跳ね返してしまうっていうところがですね、まあ新干渉との相性の良さだと思います。こちらは五個層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。五個層も武将だけだったらシーズン1から組める編成なんですけどね、最新シーズンでもこんな感じで十分活躍してるということになってますね。相手が強敵なのも考えるとっていうことなんですけど、ちょっと SP カーの固有戦法の発動回数が少なすぎるかなっていうところですよね。ここがクリアできてたら同じ結果にはならなかったかもしれないですね。こちらは職槍との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。しっかりと赤い職槍ということになってて、異防必死なんかも5回も発動されてるっていうことでですね、かなりしんどい展開になるかなというところなんですけども、それでもですね、優勢に追われてるっていうことでですね、強い編成だと思います。こちらは職槍との対決ということなんですけども、圧勝ですね。何もさせてない感じですね。で、序盤2ターンはですね、制御反射があるので、こういった職槍の場合、反射される可能性結構ありますよね。蝶の餓神昇誕や、あと昇門孤児の、強行、で、意気昇天なんかもそうということになるとですね、まあ、意気昇天は速度の関係もあるんですけども、こんな感じでですね、あんまり何もさせてない感じで終わることもあるみたいですね。こちら、職槍との対決ということなんですけども、圧勝ですね、何もさせてないっていう感じになってます。やっぱり義援が吹かないとっていうところはありますよね。で、序盤ターンでの勘銀兵での強行っていうのは跳ね返してしまうっていうところもあってですね、まあ相当やりにくい相手だと思います。
こちらはあまり見ないタイプの職やりとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。全然削れてないですね。ただこれはカウの固有戦法が一発しか打てなくて、で正当尺的0回ということで相当下振れてる結果になってるんじゃないかと思いますね。その結果飛行聖書での回復っていうのも全然見込めないということでですね、大幅に削られてしまってるっていうとこだと思います。まあ諸葛亮がいるんでね、アクティブ戦法は発動しにくい環境にあったかと思います。こちらは最春草との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。最春草も結構強い編成なんですけども、5000も削れてないということになってるので、やはり区間層硬いですよね。でこういった感じでですね、強槍編成に対して優位に戦闘が進められるのであれば、槍最近流行ってますんでね、組む価値は十分にあるかと思います。こちらは最春草との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。泥試合ですね。で区間層に関しては5000も削られてないということでですね、お互い全然削れてないという展開になってますね。ただこういった強編成に対してもですね、普通に相対することができるというのはわかると思います。こちらは最春草との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。真っ赤同士の対決ということではあるんですけども、どうも最春草よりはこの区間層の方が強いんじゃないかという感じがしますね。なんで最春草を見かけたらですね、凸が同等であれば向かっていっていいと思います。こちらは最春草との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。仕留めきれてはないんですけども、5000も削られてないということになってます。やっぱり区間層硬いですよね。最春草も結構強いんですけども、こんな感じでほぼ削らせずにですね、優勢引き分け取れてるということになってます。こちらは最春草との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。お互い1万も削れてないという泥試合になってるということなんですけど、ただちょっとカウの固有戦法の発動回数が少ないですよね。2回しか発動してないということで、アタッカーは SP カウしかいない編成になってるので、ここが下振れてしまうと、まあ勝負にならないですよね。こちらは天水槍との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ兵損は結構差があるっていうことなので、勝ててるに等しいところはあると思うんですけど、これ超音がちょっと吹いてて、餓神召喚4回とかいう感じでかなり発動されてしまってるので、思ったように動けなかったっていう部分はあると思いますね。こちらは孫権槍との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。やっぱり孫権絡みの編成って強いですよね。凸はあまり進んでないんですけども、十分活躍できるのが孫権かなというふうに僕は感じてますけどね。はい、いかがだったでしょうか。まあ悪くはないんですが、そんなめちゃめちゃいいなっていう感じもしなかったっていうのが多分皆さんの感想ではないかなと思うんですよね。そしたら実際の数字というのを今から見ていきたいと思います。はい、対騎兵なんですけども、一応35戦10勝11敗14分けで、優勢引き分けが7ということで、優勢引き分け異常率がなんと 50% を切って 49% ということなんですね。これは得意な槍編成に対してかなり不甲斐ない結果になってしまってるんじゃないかと思います。でその理由といたしましては、メタになるんだろうなと思われてた吹き気系統と全然やれてなかったっていうところがあります。まあ全然やれてないって言ったら語弊があるんですけども、完封できるみたいな感じではなかったですよね。ちょいちょいやられるということになってたので、やっぱりまだまだ SP 閣下 SP 純育時代っていうのは続いていくんだろうなって思いましたね。で両機器のような速攻型の騎兵の編成に対してもですね、やはり硬さっていうのが極端にあるわけでもないし、残匹砲も積んでないっていうことでちょこちょこ抜かれてたっていうところがあります。あと呂布三世なんかはやたらなぜか負けてましたよね。もう避けたいっていうレベルで負けてたっていうところがあるので、まあ仮にこういった結果っていうのを知らずにですね、この区間層を使ったとしたら騎兵に全然勝てんやんということで解体するっていうことも考えた方も多いんじゃないかなって思われるような戦歴ということになっております。で次盾なんですけど、全29戦3勝0敗26分けで、優勢引き分けが18ということで、優勢引き分け異常率 72% ということになってます。これは立派な数字なんじゃないかと思いますね。で1回も負けてないっていうのも強みですよね。まあ、盾の編成って超高火力っていう編成が少ないですよね。なんでこういった区間層のようなめちゃめちゃ硬い編成だと、その盾の攻撃っていうのを耐えてしまえるっていうのがあるんでしょうね。メタとなる投降兵っていう兵種がある盾に対してですね、この結果っていうことは、この投降兵をあえて避けるみたいな戦い方をすれば、もっと数字っていうのは良くなるんじゃないかと思うんですよね。
負けゼロっていうのは本当に素晴らしいなと思いますので、盾に対してはガンガンぶつけていきたいですね。ただやっぱり東光兵は避けた方がいいんじゃないかなと思います。負けたとしても劣勢引き分けになる可能性も多いですし、そもそもあんまり削れなかったら先行も稼げないですしね。で次対弓、苦手な兵士なんですけど、全34戦4勝5敗25分けで優勢引き分けは16ということで、優勢引き分け異常率は 59% ということになってますね。まあこの数字は苦手な兵士に対してっていうことだったらなかなかいいんじゃないかなと思いましたね。なんで弓の編成、苦手な兵士だったとしてもですね、この区間層が硬すぎて弓で火力っていうのが思ったほど出せてないっていう結果になってるんじゃないかと思いますね。で全体的に見ると SP 軍弓や都督弓系っていうのはちょっと苦手かなっていうところはあったんですけども、それ以外の弓っていうことだったら五分五分ということなので、まあその戦況次第っていうところはあるんですけど、先行を稼ぐっていうことにこだわりたいのであれば避けるべきだとは思います。ただここは譲れないぞと、仮に負けたとしてもちょっとでも兵損稼げるだけでもですね意味があるっていうような状況だったら普通に戦ってもいいっていうぐらいの成績だと思います。そして最後対槍の戦績見ていきたいんですけど、全35戦12勝3敗20分けで優勢引き分けが12ということで、優勢引き分け異常率は 69%、 これは結構いい数字かなと思いますね。同兵種っていうことになってるので、まあこれぐらいの結果だったら OK かなと思います。A 構想がちょっと苦手だったかなっていうところなんですけど、他の槍っていうことだったら割と安定してたんじゃないかなと思います。まあポコッと負ける機会もあったっていうことなので、全幅の信頼を置くっていうわけにはいかないかとは思うんですけども、まあ槍は A 構想以外だったらもう避けずに戦ってもいいっていうレベルだと思います。で最後この区間層に対する感想なんですけど、ちょっと勝ちパターンっていうのが少ないかなっていう気はしましたね。メタな相手っていうのが少ないって言うたらいいんでしょうか。まあ割と丸投げで OK っていうところはあるかなと思うんですけど、こいつと戦ったら9割方いけるぜっていう相手っていうのがちょっと少ないっていうところでですね、これは使いにくいなっていうふうには思いましたね。もう投げてで運布テンプみたいな使い方の方がまあこの区間層に合ってるというか、狙いを定めて相手を選んで戦うっていうことだったら、その戦える相手っていうのが結構少ないなっていう気がしましたね。でめちゃめちゃ硬いなっていうイメージも持ちました。なので引き分けがすごく多いですよね。なので放浪なんかをするときっていうのはこの区間層かなり、資源っていうのを稼いでくれるんじゃないかなと思いました。で SP 技法系って言ったらいいんですかね、吹き機系って言ったらいいんですかね、技の騎兵の編成に対してですね、もっとやってくれるもんやと思ってたんですけど、その牙城っていうのを崩すことはちょっとできたとは言い難いところはあるかなと思いますね。なんで僕だったら多分ガチャ回すんであれば順位区画化が出るような方のガチャを回したいなっていうふうに思えた感じですね。使える幅っていうのもそこまで極端に広い武将でもないなっていうところですしね。なんで最終的には前評判ほどの強さではないというジャッジになってしまうんですよね。これ結構残念なところではあるんですけども、まあこのゲームって情報修正されたりだとか、今まで微妙だった武将っていうのは急に評価されだしたりっていうところもあるので、でこの SP カーのスペック自体はな、決して低くないっていうことになってますから、今後また活躍する機会っていうのは当然来る可能性は大いにあるかなとは思うんですけども、今のところ絶対的な存在でもないなっていうのが僕の感想ということですね。いかがだったでしょうか。またこの動画に対する意見がありましたらコメント欄に書き込んでいただけるとありがたいです。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。